藤井茂です。数人解説研で、忙しかったという話もありましたけども、研究ができたという意味では、非常にこの数人解説研究所の研究環境を楽しみ、いろんな研究ができて、ありがとうございます。まだまだ現役で研究する皆様、よろしくお願いします。で、それでは今日のお話をしたいと思うんですけども、私こういうリズムシャープ構造の話 の研究を始めて、これは始めたのは実はその大学院 の博士課程が終わった後に東大のリーマンサオ先生のところに行ってからということで、研究歴でいうと定年の時にすでに5年くらいちょっと短いんですね。そういうことですけども、今日はその、東大の助手になって以降、37年になるんですけども、その間の研究のご紹介の一部をしたいと思います。で、全般の方で一応最終講義という講義らしい形でちょっとお話しして、後半の方で思い出話というか、まだやり残した話とかそういうのをこう拾いながらちょっとお話ししたいと思います。それで私入井先生のところに助手になったのが1975年の4月なんですね。それまで その大学院の間は去年の10月に亡くなられましたけども、沢良義和先生、西洋理論の講座におりました。それで4回生の卒研は吉川恒夫先生、助手されてますけど、お世話になって、大学院の間は片山徹先生、実質的な指導をしていただいて、確率的な制御理論 の分野で学位を取りましたけど、そういう解析的なところから、取り組み合わせのところへ、新政先生のところに移ってから始めたんですけども、そこからの話をまた、お伝えさせていただきます。それでマトライトとの出会いということで、もう1974、75となったんですけど、その74というのは入井先生のところでその助手になるのでその面接に行ったんですね。その時に、いろんなお話を質問を受けて、こちらの説明をしたりして、最後にその入井先生がマトライトっていうのを知ってるからって言って、全然知りませんということで、この74年の頃にちょうど入井先生がその電気回路法の諸問題をマトロール的な観点から統一的に扱って、未解決問題も解決したという、そういうちょうどマトロール理論がちょうど面白い、そのマトロールされていった意味で東大のケース先生のあたりで非常に活発に研究されてた時期ですよね。それで面接を受けて、マトロール全然知らなかったんですから、いろいろ調べてマトロイド関係の文献をこの数理解析研の資料室にもコピーを取りに来た覚えがあります。それでマトロイドっていうのはこういうふうな氷系なんですけども、 E を非空な有限集合として、その E の部分集合を除くスクリプト I というのが次の3つの条件を満たすときに、この E とスクリプト I のペアをマトロイドという、この時のスクリプト I が独立集合属と呼ばれているものです。で、どういう条件かというと、空集合はこの集合属に入っている。で、この集合属に入っている集合があって、その部分集合を取ってくると、またこの集合属に入るという。それから、この3つ目が組み合わせ的に重要ですけど、このサイズの違う2つの集合があると、サイズの小さい方をがそのサイズの大きい方から1元もらって、1元サイズを拡大したそのドブル集合を作れるということですね。こういう条件です。こういう有限な世界ですから、私はもうその大学の間はその確率論とか確率仮定論でそういうのを勉強してましたから、そういう分野はその非常に無限というか無限の魔物がいっぱいいて、定義自体もそのすぐにこう理解するというのはなかなか難しい面があるんですが、こう有限な世界はですね、
こう言われると別にこう悩むところはないですよね、とにかく定義はすぐに、まあ、ああそういうものかっていう、そのこの理解の深さがどうかというのはそれはまあ別の問題ですけどね。あのそういう意味で、まあ、まず入りやすかったですね、この分野に。あのそれであの、まあ、こういうマトリックスの構造を持つそのモデルというのもいろいろあって、まあ、グラフとか行列とかですね、そういうのをイメージしながらこの理解していくと非常にあの理解がいろいろ面白くて、あのそれで飲み込んでいくことになったんですけども、でマトロイドの、 面白さっていうのはですね、まあ、これは独立集合族で定義しているマトロイドを定義しているんですけど、いろんな同時な概念同等にこう定義できるいろんな概念を持ってますね。でこれが非常に効率系としていいということ その非常に条件ですけど、これいろんな面からこのマトロイドというのが見れるわけですね、と同値な形で、そういうことがあります。それからそのマトロイドというのは相対性を持ってるんですね。一つマトロイドが与えられるとそれの裏にある相対なマトロイドというのが定義できる。でこれもその非常にいい構造ですよね。グラフなんかだとマトロイド的な構造も持ってるんですけども、その相対なグラフというのは必ずしも一般的に定義できない。で、これ、こういう相対性を持っているということも非常に魅力のある世界ですね。それから、次に、このマトロイドに対していろんなオペレーションが定義できるんですね。で、また新しいマトロイドが作れる。まあ、簡約、縮約っていうのがありますけども、複数のマトロイドから一つのマトロイドを作れる。こう合併マトロイドって言って。それから、一つのマトロイドが与えられると、そのあるネットワーク構造でもって別なところにそのマトロイドが生成できる、まあ、そんないろんなことでマトロイドの世界がこう 広がっていくんですね。でこれ非常に面白いと思います。それからもう一つ重要なのが親父も重要ですけど、この2つのマトロイドの交わり定理っていう、こういうマトロイドが2つ与えるときにその2つのマトロイドの共通な独立集合、共通の特殊で最大のものを見つけるという。でこれが非常に綺麗な最大最小定理を持ってて、そのアルゴリズム的にもうまく解けるという。で重み付きでもこれがうまく解けるという。そのマトリの世界というのが効率的なアルゴリズムに支えられた体系になっているんですね。それそういう意味で非常に面白かったです。それでそのマトロイドを同時に定義すると回数関数というのもありますけれども、それは例えばこの今その E のベク集合から皮膚の整数への関数で、その E の部分集合に対してその回数がその集合のサイズを超えないという、こういう条件を満たすのが一つ。それから単調性ですね。それからもう一つがこのレスモジュラー性という、こういう不等式形を満たすという、これを回数関数と呼ばれるものが与えられれば、それからその x の回数が x のサイズに等しいというふうな x を集めてくると一つのマトロイドの独立集合族が作られます。でこれから独立集合族が得られると、それからもう一つ回数関数を 元に戻せるんですね。これどういうふうに戻すかというと、この与えられた x に対してその部分集合で独立集合になっているもののサイズの最大値をこの x の値として与えると、そうするとこの元のローにピタッと戻るんですね。でそういう意味で同時な効率系がいろんなふうに定義されたんですね。それで、まあ、列文字合わせの話をもうちょっと社会にしていこうですけど、ちょっとします。今 E の有限集合があって、その E の、部分集合に対して実数値を与える関数、集合関数を考えます。で部分集合に対しては0という値を取るということを一応ここで約束します。これはその正規化の条件で、いろんなところにこれ実は影響するんですけども、これはこの話の中で、仮定してお話しします。それで列文字合わせというのはさっきもちょっと仕掛けてましたけど、こういう式ですね。x の値、y の値をこれ足したものが合わせた集合に対する値と交わりの部分の
値、これ足したもの以上である、これが全ての約束についての話なんですということですね。でこれはちょっと関係意識をちょっと書き換えて見てみます。ここ2種類書き換えてありますけど、これはどう見るかというと、これは単にこの両辺からこの2倍のこの部分を引いただけですけど、これはここの交わりの値のところそれぞれ引いてあるんですね。これ一種その縮約の操作っていうんですけど、この縮約によってここの部分の値での縮約ですよね。これによってここの集合の増分というのはこちら側ですね。でこちら側の集合の増分というのはここの部分の差し分です。でここはこことここを合わせたものですね。つまりこの縮約によってその関数が列加法的になっているということですね。任意の縮約が列加法的であるというそういう解釈ができる。それから2つ目はこの xy というこれを単にこれ移行してこうしただけですね。この xy から x へのこの増分ですよね、値の。でこっちはこの y からこれだけ増えた、同じ量増えてますけど増えた時のこの値の増分です。これはこういう代償関係になる。つまり縮約する部分が増えると同じ増分に対してですね、縮約する部分が増えると単調に減少するというそういう意味ですね。これは経済の方でも限界公用低減の法則ってありますけど、それと類似した形で一種は応関数的なものが見えているようにも見えるんですね。それで別の関数はいろんなところで出てきますけども、その例をざっと掛け合わせて見てみます。